楽しい時もこの5人でみんなで味わってきて、それで明日から
卒今日からっていうかこのコンサートから卒業するっていうふうになるんですけども、私はこの卒業という形を自分にチャンスが当たってきたっていうか、チャンスをいただいたと思ってますんで、これから新しい道に向かって頑張っていきたいと思います。私もここでいつもみんなにね結構迷惑とかかけちゃってるんで、みんなにお礼を言いたいと思います。本当にどうもありがとう。そしてこれからもよろしくね。